木の川駅は和歌山県和歌山市にある南海電気鉄道の駅。駅番号は NK44。和歌山市所在の駅であり、木の川市とは位置的にも無関係である。この内加田線は線路名称上の始発駅であるが、運転系統上は隣の和歌山市駅が起点。加田線の下り列車の案内では、 普通車何倍機行きご利用のお客様はお乗り換えくださいと放送される。南海カダ線運行形態の項でも触れている通り、日中は基本的に当駅での双方間同士の列車接続が考慮されている。当駅に特急、急行は停車しないため、和歌山大学前駅北から特急、急行を利用し、隣の和歌山市駅で途中下車しないで南海本線と、 加田線等相互に乗り継ぐ場合に限り、東駅和歌山市駅間の重複乗車が認められている。日中の東駅和歌山市駅間は、本線普通車に加え、加田線列車も複走するため、上下線とも毎時6本設定されている。鉄道省課題5周、作詞55番の歌詞にて、南海本線の和歌山川ターミナルとして、和歌山北口駅が登場する。 北口入れて走りゆく南海線の道すがら窓に親しむ朝風の深みはここよ。夢の間にホーム相対式2面2線のホームを持つ地上駅。南海本線と加田線はホームの南ン駅寄りで平面分岐している。一番ホーム側に駅舎と改札、車椅子対応トイレがある。二つのホームは古戦橋で結ばれているがエレベーターがなく一番ホームのみ。 バリアフリーになっている。南海本線と加田線は進行方向ごとにホームを共有している。2019年度の1日平均乗降人員は2786人で、南海の駅では63位である。周囲は住宅が多い。東へ3キロメートルほど行ったところに JR 西日本半和線の60国駅があるが、分かりづらい。最寄り停留所は、 木の川駅前となる。以下の路線が乗り入れ、和歌山バスにより運行されている。ハンドブック南海2020鉄道事業、ABCDEFGHIJKLMN、大平成26年度和歌山県公共交通機関投資領収平成27年度、和歌山県公共交通機関投資領収平成28年度、 和歌山県公共交通機関投資領収平成29年度和歌山県公共交通機関投資領収令和元年度和歌山県公共交通機関投資領収ありがとうございます。